毎度西成浩二ですわ。大きい話したいことはよーくあんねんけど話したいことはよーくあるねんけどな。ここそんなとこない。はい、よいしょよいしょ。まずはそしたら鳥居真知子さん退院おめでとうございます。動画もね、拝見させていただいております。また後でね、コメントの方、書かせていただきますんでね。まずは退院おめでとうございますということで一言、西成姫と、姫が喋られへんからね、西成浩二が代わりにご挨拶させていただきます。真知子さん退院おめでとうございます。まああの真知子さん病み上がりやでな、あんまり無理せんと、ぼちぼちとさ、ただぼちぼちと YouTube 活動ね、されてくださいね。休むときは休むね。でまた真知子さんの優しい口調で語られてる動画をねお待ちしてますので、まずは鳥居真知子さんお帰りなさい。ゆっくりしょ。んでね、あなたにチャンネル登録いただいた皆さん、本当ありがとうございます。何かね、みんなに動画の中でクスッと笑っていただけるようなね、動画を作りたいなって思って、動画の方は更新させていただきますんでね。よろしくお願いします。それ、それ、トトの提案、トトの提案か、はい、はい、はい、まだあるよ、はい、これちょっと一回置こうか、置こうか。
そうやね、動画撮ってんねや、喋らな、動画撮ってんねん、喋らんな。いうことでな、何喋ろうかな、何喋ろうかな。食べた？お茶もいいの？そしたら、よいしょ。たまにな、血管に打ち込んでもらう時があるでな。西成工事もインスリン打っとるんやけど、自分の時はな、こう自分に打つ時はこうこれじゃないんやけど、西成工事のインスリンは1日1回でいいねんけどな。自分でこう打つときにやな、なるべくこう痛くないとこ選んで打つんやけどや、たまにな、それでもあの血管のここのこの辺にいろんな血管流れてるやんか、血管にな、あの針入れてもらうときがある。うん、感覚でわかるんや。そのときはもうまた違う場所つまんでで打っていくんやけどな。一気に行けへんかったら痛いからな、一気にピツって行けへんかったらな、じわじわ行ったら痛いからな。なんか姫も多分痛いと思うから、だから何して首つまんで一気にピッていくんやけど、あ、姫の場合はこの首に打つから血管が余計あるからな、たまにこの血管に打ち込んでもらう時がある。自分の体やないから、もう血管に打ってるかどうかに分かれへん。だからこの消毒綿花で最後こうやって拭いて、で血出てへんかったら血管に打ち込んでへんっていうのが分かんねんけど、はい、ということで姫の動画まで中身スカスカになってもだな。おしめしてるからええけど、今おしっこしたこれな、メスやでな。ほな、おきに、西成工事ですわ。また次の動画で会いましょうか。おきに、バイバイ。